始まるよ。どうも皆さんこんにちは、タレバ工場のアンドゥです。今回も目指せスプラスへの道やっていきたいと思います。それでは最初のコースどうぞ。シンプルにスーを1-1スタートオブアンエピックアドベンチャー開いてました。ドラゴンボールシリーズ系ね。なんだっけ、マカ不思議アドベンチャー、あれ知ってます？この曲。うわ、ドラゴンボールかあるよね。最初の道、ブルマと悟空が出会うところ、ね、悟空がね、あれは、くそ！悟空があれしてるんだよね。魚を釣ってるんだよ。巻き割りしてたんだっけ？巻き割りして、これは、父ちゃんだっけ？じいちゃんだっけ？じいちゃんのなんとかだからみたいなこと言いながら進んでいく感じ？やばい、うますぎる！マリオが独占！ここで俺がやられたら、待って！来た！これトップに乗れてたんじゃない？いや、来てないね。くそ、マリオ早いわ、だいぶ。うわ、待って、落ち着こう。いや、中間ででかくなってほしい。でかくなったの熱い。どこ行くんだこれ。いや何か落ちないかな、マリオ。いやもう結構差が開いちゃってるね。落ち着きます、ここ。ナイス、落ち着き。いやまあしょうがない、ここのパックンはまあ賞味、まあ、許容範囲っちゃ許容範囲だから、ここ落ち着こうか。オッケー、よし、ナイスナイスナイス。やべやべやべ。うわ、マリオもゴールで待ってくれてる可能性、あ、だいぶあるね。これちょっとゆっくり近づきますか。相手にプレッシャーかけないように。はいはいはい、強い男ですと。見て、マリオの強者感ね。いや強すぎるな、マリオ、さすがだな。やっぱ、うわ、こっち見てくれたわ。ファンサービスもしっかりとできる。やっぱこれが任天堂の顔だよね。あ、みんな来た。お、キノコとキノコのね、友情も芽生えたところで、ありがとう。お、まさか、仲良くしてくれるの？いや、いい青キノコだな、ほんとに。お、今度俺が、分かった、俺が持ってあげるよ。あ、ごめん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 、許して。間違えて投げちゃった、ごめんごめんごめん。あ、来たね、よし、行こう。みんな行こう。行け、マリオ、これでしょ。よし、オーケーじゃあね、次のコース行きたいと思います。お、ザ・クエスチョンズだって。多分あれかな、間違い探しみたいな感じかな。なんかそんな気しません？めっちゃいいな。俺なんか好きなんでね。お、クエスチョン。うわ、うわ、このキノコ俺絶対トラップだと思うから無視します。これはトラップ無視で、多分もうマリオ出れないね。出れんのかい。いや、ラグすぎる。でも、熱い、待って。いや、入ろうか。ここはアンテナあります。あ、ごめんね。あ、ちょっと待って。入る。いや、待って、ワンチャン右飛びも、だいぶ濃厚説は、お、クロワ。クソ取れんかった、最悪、マジかよ。こう、ぴょんぴょんしていこうか。ああ、最悪だ。いや、俺みんなあれだわ。ワンチャンの可能性にかけていい。右飛び大作戦。右飛び大作戦の可能性にかけます。ここ。止めなかった。来た。ラバーパークウォー。うわ、どういうことだろう。うわ、パークか。まあ、公園ですよね。マリオで公園みたいなコースってことかな。いや、わからないな。うわー、終わった。もう無理。絶対負けた。いや、もう俺これ、キノピコに任せるわ。もう頼む、キノピコ。俺絶対無理だから。キノピコ。いや、ここ、そんなに連れてくれるの？じゃあ、任せたわ。いいよ、頑張って、キノピコ。うわ、かわいい。こんな優しい人がいるの、これより。いや、頑張れ。あー、キノピコ。みんな慌てすぎ。いや、俺は下手とは言わないよ。俺もやったらこうなるから。いや、俺キノピコ信じる。あ、裏切ったわ。もういいです、落ち着いて。あ、やばいねこれ。いや、もうこれ結構最初はね、勢いの方がいいことに気づいた。こうで、こうで、ここ、よし、落ち着いて。どこにいる？マリオがいるね。落ち着いて、こっち、ナイス。いや、マリオにプレッシャーかけたいけど、でもプレッシャーかけすぎるとミスる可能性がだいぶあるから、オッケー、落ち着いたの、ナイス、落ち着け。いいよ、いいよ、素晴らしい。これ、飛んじゃうか、奥に。はい。耐えて、やばい、せめてゴールしたい。ゴールさせて、よし。ゴールして、危ねえ。いや、むずかった。ゴールできたら嬉しいけど、負けたわ。じゃあね、次のコース行きたいと思います。お、聞いた。スーパースラップショーダウン。お、カキ棒すべて倒してからゴールだって。でも1体しかいないじゃん。どういうこと？カキ棒1体をどういう風に倒せばいいんだろう。なんかめっちゃ、いや、P スイッチだな。あ、これバトルコース、あ、てか待って、3人じゃん。全然見てなかったわ。あれかな？バトルコースなのかな？あ、連れてってくれるわ。マジ？マリオ。お、優しすぎ。何マリオ。イケメンすぎるで。待って、めっちゃあるな。いや、プロペラ取っちゃったけど。でも待って、なんだ？あ、こっからスタート。はい、ごめん。やべ、くそ、よし。あ、そういうことか、バトルって。あ、なるほどね。いや、まあ別にいいんすけど。とりあえず、おー、もうやるの。
ピューンとできるからね、こっちは。いや、強いね、これだいぶ。うわー、どうするか、これ、賞味。いや、ちょっとね、多分これ最終戦まで見せ場ないから、最後のとこまでカットするか、じゃあ一回。さあ、みんな来たわ。ここだね。みんなここだ。ここが、ラストボス戦。え、待って待って、これなんかここ入れんじゃね？入れねえわ。いや、ここにゴールがあるから、いや、ここで条件を奪って俺は勝つ。来い！どこからでも来い！さあ、上から来るか、下から来るか。さあさあさあ、花火はどっちから見るかみたいなね、映画もあったところで。いや、今回私はね、いや、どうしようかな。どこに陣取るのがベストかな。これだって下、いや、この真ん中だね。ここで上を塞いでおいて、で、下からこう走ってきたら、ここでトンって踏んで、てれん！よし、いいよ。イメージトレーニング完璧だね、今ので。いや、絶対いけるよ、マジで。で、マリオの方が近い。いや、キノピオ何してんだ？どこに行った？マリオ、あ、帰ってきた。マリオが来たね。いや、もうここ最後でマリオ。集中しよう。青を止めるぞ。さあ、マリオ。いや、マリオいいね。強気の姿勢見せてる。え、キノピオは？だ、何してんの？あ、仲良くしようって。いや、なので、ここで、兄弟の絆見せちゃう、もしかして、ここで。いや、今回何？みんな、え、待って。キノピオは？あいつ何？動いてなくね？純粋に。そんなことある？え、もう入り口やん。これは見てくれってこと。あ、なるほどね。何してんのね。なんでそんな落ち込、押せる押し込める押し込める押せ待って、任せろ押せよ。何これ、なんだよこれ、ちょっと待って、ねえ、何してんの。くそどうにかしようくそ、この条件も違う、なんでだよな。やばい、マロにかけられた。マリオ急いで、マリオ早く。くそ、逃がすな、絶対に。よし、さあ、やっべ。くそ、ムササビ強すぎる、だいぶ。やばいくそ、やばい、あいつ、IQ300 すぎる。終わった。しかも俺も死んだ。終わった。来た、ラナバスルデザートディギジ。あー、なんか俺これやったことある気がしなくもなくもないな。いや、これアイテムね、取った方が良かった気がするんだよね、だいぶ。俺の記憶が合ってればだけど。ちょっと危ないな。いやー、もう一回しょうがないね。アイテム欲しかったけど、まあまあ妥協します。うわ、やだな、これ。ナイスナイスナイス。オッケーオッケー。まあ、進んでくれた、周りが。ナイス。鍵があるな。うわ、どうすんだろう、これ。こっち来ちゃったけど、あって。オッケー、ナイス。落ち着いてる、ナイス、落ち着き見せてる。いや、一回落ち着きます。うわ、どうしよう、これ。うわ、ピンクコインあるな、あそこに。うわ、なるほどね、ピンクコインを取って、オッケー。これピンクコインを回収したいけど、回収できないんで、ちょっとムササビに任せようかな、俺、あれ。彼に任せるわ。ちょっと、頑張ってきて、お願い。それを取る、俺には無理だから、ここであえて死にます。入ると。お。見える下が、嘘、死んだ。いや、みんなちょっとね、結構カットしてここまで来たんだけど、うわ、グロすぎる。ちょっと待って、ヒップロップされたら俺マジで。オッケー、ナイス。ちょ、邪魔邪魔しないで。よし、乗れた。熱い。こっちに乗れたらだいぶでかい。うわ、来た。やだ、来ないで。しゃーらー。よし、いや、マジ落ち着いていこう。落ち着きを見せよう、ここでだいぶ。ナイス、いい落ち着き。うわ、ここやべえ、アイテムないのきつすぎる、マジで。よし、枕向きは上に、ナイス、落ち着いて、はい、よし、来てる、だいぶ来てる。あっ、危ねえ、待って、どうしよう。はい、通在、この3本痛すぎる。オッケー、ナイスで、よし、足元ある、だいぶでかい、ゴール来い、頼む、お願いします、本当に。かなり中間、まだ半分。いや、でも中間取れたらだいぶでかい。あそこを突破するのだいぶむずいから。よし、ここもファイアレンダで。よし、よいしょ、いよ、調子いい、早くやられてって、あいつらが来る前に。早く中間取った音聞こえた。うわ、終わった。もうなんだよ、なんで来るんだよ。もうここ任せるか。いや、待って、こっそり捨てられる作戦。来た、うら、あ、くそ、生き残りやがった。世界は残酷ってとこ見せてやるよ。くそ、絶対に殺せ。よし、死ぬぞあいつ。よしでかい、やってやったぜ。ごめんなさい、卑怯な戦い方しても、でも今回勝ちたかったんだ。いや、ここやばい、
あーごめん焦った勝ったぞーやった嬉しい。じゃあね、今回はね、ここで終わりたいと思います。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクローも貼ってますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。